アルディメオラはアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティ生まれのジャズフュージョンギタリストである。1954年7月22日生誕。エルビス・プレスリー、ベンチャーズ、ビートルズに刺激を受けてギターを始める。1971年にマサチューセッツ州ボストンにあるバークリー音楽大学に入学。1974年にチックコリア率いる。 リターントゥフォーエバーに参加し、1976年まで在籍。ギタープレイやマガジン誌の読者投票で4回も最も優れたジャズギタリストに選ばれている。彼は多作なソロの経歴に加えて、ベーシストであるスタンリー・クラーク、バイオリニストであるジャン・リュック・ポンティ、ギタリストであるジョン・マクラフリン、パコデルシア等とのコラボレーションを行ってきた。ディメオラは、 初期作品の頃から卓越した演奏技術、即弾き、複雑なギターソロ、作曲により注目を集めていたが、その頃からすでに地中海文化やフラメンコなどに見られるアコースティックなジャンルを探求し始めていた。その恒例がアルバムエレガントジプシーに収録されたメディテレニアンサンダンスやレディオブローマ、シスターオブブラジルといった曲である。初期のアルバムは 他のロックギタリストにもジャズギタリストにも同様に大きな影響を与えた。ディメオラはカジノやスプレンディドホテルといったアルバムにおいてフュージョンのジャンル内からラテン音楽の方向性を探求し続けた。アルバムカジノのセニョールマウスとファンタジアスイートフォーツーギターズやライブアルバムであるフライデーナイトインサンフランシスコスーパーギタートリオライブ。 のようなアコースティックナンバーにおいてはさらに繊細なタッチを披露した。1983年のアルバムシナリオで彼はヤン・ハマーとのコラボレーションによってジャズのエレクトリック的な可能性を模索し始めた。この模索の延長線上としてアコースティック的なアルバムである天地創造でさらに音楽的地平を広げた。さらに彼は無限飛行のようなアルバムで ギターシンセサイザーを採用し始めた。また、1990年代より、ワールドミュージックを焦点にした、ワールドシンフォニアをスタート。アコーディオン奏者に、ディノサルーシを迎え、オーケストラ団子に近いアルバムを録音していた。2000年代以降、アコーディオン奏者は、ファウスト・ベカロス氏に変わっている。彼は、バージニア州のバーチメア音楽ホールといった、小さなホールで演奏したりして、 ツアーを続けてきた。最近のコンサートは彼の新しいマテリアルのサンプルが含まれている。彼はしばしば自分の最も魅力的な作品の一つを力強く演奏してコンサートを締めくくる。彼はこのようにして優れた演奏技術を披露するとともに自分でも知らず知らずのうちに考えついた不思議でメロディアスな旋律を激しい曲の流れと融合しているのである。リメオラは エレクトリックギターとアコースティックギターの両方を駆使し、様々な演奏スタイルを探求し続けてきた。ミュート奏法によるスタッカートの効いたメカニカルで緊張感に満ちた高速のフレージングは、ジョン・マクラフリニア、ラリー・コリエルの影響を感じさせる。高速のパートでも彼は、スイープ奏法やエコノミーピッキングを使わず、ハンマリングオムさえ、 ほとんど使わず、オルタネートピッキングで引き通す傾向があり、これによってタイトなリズムと緊迫感が生まれる。一方、エレクトリックギターによる助情的なソロのパートでは、ロングトーンを多用し、トレモロ奏法、サンタナ的なフィードバック奏法や、ロックギター的なチョーキングなどもしばしば用いる。メロディーには、マイナースケール、スパニッシュモードなどを多用したラテン風味の、 ジャズフュージョン的なプレイが最も特徴的である。ありがとうございます。